ポドゴリザ、ポドゴリザ、モンテネグロ語は、モンテネグロの事実上の首都、憲法上は、セティニエで、同国最大の都市である。リブニサ川側とモラチャ側が合流する、適した場所に位置し、ゼタ平原とビエロパブリッチダニが接種居住地としても、発展している。冬のスキーの中心地やアドリア海のリゾート地にも近い、場所に位置する。 1946年から1992年までの旧称は、キトグラード、ティタグラット。都市の名称となっているポドゴリツァはモンテネグロ語で、ゴリツァのふもとを意味する。ゴリツァは小さな丘を意味し、糸杉が覆う市街を見下ろす丘を指す。北西に3キロメートル離れた場所には、中世の国ドクリアの跡が残されている。ポドゴリツァは、ギリシャ、ローマ以前の時代。 ローマ時代に知られていた。ローマ皇帝ディオクレティアヌスもこの地域にやってきており、その後、ローマ人のつけた正式名、ディオクレア、ダイアクリアから愛が抜け一般に広がり、スラブ人が使う、ドゥクリア、デュークリアになったと推測される。11世紀以前に設立された当初は、ビルジミニウムと呼ばれ、中世は、リブニツァの名で知られた。ポドゴリツァの名称は1326年から使われ、 ユーゴスラビア連邦時代は、終身大統領、ヨシップブロズキ頭の名誉から、紀頭グラードと称していた。ポドゴリツァは、ゼタ川、モラチャ川などの河川や峡谷、アドリア海近くのシコダル湖があり、肥沃な低地や適した気候であることから歴史的に重要な交通路の交点であった。最古の集落の跡は、石器時代後期に遡る。イリュリア時代には、 ゼタ平原からビエロパブリッチダニの間には、ラビアーテ族とデュクレアーテ族の二つのイルリア人部族が占めていた。町の人口は8000人から1万人いたとされ、町の諸問題を自ら解決する自治が行われていた。高い人口密度は、地理的な立地や適した気候、経済的な状況、当時重要であった守備などにより可能となっていた。5世紀になると、 最初のスラブ人やアバールがやってくるようになり、ローマ帝国は崩壊し、周辺地域では多くの注目に値する出来事が起こった。ジガヘルに従い要塞は機能を止め、新たな町が作られた。スラブ人はビュザンティウムと戦争を繰り返し新しい国を成立させた。その後、 新たな集落が形成され、おそらく集落が築かれたアゼのリブニツァ川にちなみ名称が付けられている。最初にリブニツァについて言及されたのは、セルビア人の王朝ネマニッチ朝が支配した時である。リブニツァは、西との通称の交点として重要であった。この地域は、スラブ人が占め、新たな国が作られ自らの文化芸術を発展させ、中世のキリスト教と、 封建階級を受け入れた。ポドゴリツァの名称が初めて言及されたのは1326年で、コトルの公文書館の宮廷の文書であった。都市のテブロブニクとネマニッチの国との間の交易ルートとして経済は強く、当時はよく明け街道はポドゴリツァを経由しトレビニエヤニクシッチに続いていた。賑やかな交差路のようにポドゴリツァは、 地域の通商と交通の様々な中心として、経済的にも、軍事的にも、戦略的ところとして発展していた。オスマン帝国によりポドゴリツァは1474年に支配され、経済や文化、芸術的な発展は妨げられた。1479年、ポドゴリツァは、スクタリ三尺の風となった。オスマンは大規模な城塞と今でも現存する集落を、 建設し同時によく発達した通商を作り上げ、オスマンの主要な地域の防御地点となった。1474年の情報では、ゼタ公国とアルバニアベネタの協調を妨害することを意図し、スルタンがポドゴリツァとバレチュの城塞を再建し、5000のトルコの一家を住まわせたとされる。城塞都市は、塔と門、城壁により、オスマンがあらゆる攻撃に対処できる、 南高不落のものとなった。1864年にポドゴリツァは、スクタリビライエットの風となり、トルコ語でブラックベリーを意味す、ボーウルトレン、ボガートランと呼ばれた。アルバニア語では、ブルグリチェ、バーガーイズの名で知られる。1878年のベルリン会議により、ポドゴリツァは、オスマン帝国から、モンテネグロ公国の上へと変わり4世紀にわたる、オスマン支配は、 終焉を迎え新しい時代のポドゴリツァが始まった。都市は急速に強い商業都市として発展し、最初の資本集中の形が見られた。1904年に最初の金融機関である絶カ貯蓄銀行が設立された。これは後に現在のポドゴリチュカ銀行、ポッドグリッドスカバンカに発展する。近隣の町との間に道路網が整備され、1九百二年に タバコ工場が作られるが、これはポドゴリザでは初の重要な営利企業であった。第一次世界大戦が終結するとポドゴリザは力強く発展し新たに宣言されたモンテネグロ王国最大の都市となった。1916年から1918年にかけてポドゴリザはモンテネグロの残りの地域と共にオーストリアイコールハンガリー帝国に占領された。 連合国により解放された後、1918年に、ポドゴリツァタバコ千売ビルにて、ポドゴリツァ議会と呼ばれる会議が周された。議会は主権を持つ、独立国としてのモンテネグロを終わらせ、セルビアと共に、ユーゴスラビア王国に統合された。戦艦期、ポドゴリツァの人口は約1万3千人であった。第二次世界大戦時には甚大な被害を受けており、70回の、 地上への徹底的な爆撃を受け4100人が死亡した。1944年12月19日に解放されている。キトーグラードの名の下、ポドゴリツァは1946年7月13日にモンテネグロ社会主義共和国の首都となった。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、スフリー時代には空前の発展をし人口は劇的に化した。 重工業化が進み、インフラや教育、医療なども改善された。また、文化的な機関も設立されている。この期間、急速に、モンテネグロの社会や、経済の中心的な都市へと変わった。発展を謳歌していたが、1990年代に、ハイルトのユーゴスラビア崩壊の始まりによって、再び停滞を始めた。1992年4月2日にキトグラードから、 再びポドゴリツァに名称が戻される。ユーゴスラビア崩壊に伴う戦争はモンテネグロでは避けられたが、経済的には広範な影響を受け、1990年代は経済的に停滞していた。21世紀に入ると経済の回復が始まり、ポドゴリツァは現代的で、親、西欧的な都市へと脱皮した。 モンテネグロ独立の国民投票が成立する2006年5月には、公式に独立国の首都として、都市としての地位や、経済的な見通しが上がった。ポドゴリツァは、モンテネグロ中部に位置する。ポドゴリツァは、川の合流地点で、北側のシュコダルコまでは1 5トルしか離れて、いない。モラチャ川とリブニツァ川が市内を流れ、ゼタ川、ツイエブナ川、チートニツァ川、 マレザ川が近くを流れる。水域の豊かさはこの都市の特徴である。モンテネグロの大半とは異なり、ポドゴリツァのほとんどは、ゼタ平原の他辺の平坦な地域に位置する。市中心部のゴリツァ丘は、標高107メートルである。他の丘陵には、マロブルドマロブルド、ベリエブルドビリエブルド、ルボビチルボビッチ、ダイバプスカゴラダジバプスカゴラ、チャルダクカーデイクなどがある。丘陵地は、 開発には、急な試し街地の拡大には、制限があり、特に北側に多い。ポドゴリツァは、地中海性気候が、少し変化した地域に属し、暑く乾燥した夏と少し寒い冬がある。地中海から伸びた、アドリア海からは 50km しか離れていないが、北側近くのディナルアルプスが気候を変化させている。年間平均降水量は1600ミ、mm、リメートルある。 年135日間は毎年摂氏25度を超え、非平均気温は摂氏16.4度である。降雨日は108日あり、そのうち60日は強く降る。時折、北からの強い風が冬の気候に影響を与え風の冷たさにより、気温が数度にも下がる。ポドゴリツァはとりわけ猛暑でも知られ、7月や8月に摂氏40度を超えることもあり。 2007年8月16日には、モンテネグロでの最高気温の記録である摂氏45.8度を記録している。降雪も、ポドゴリツァでは見られ、2012年には25日間の降雪日を記録した。2月11日に、それまでの最高積雪を破る 58cm を記録した。それ以前は1954年に記録した 52cm で、 ポドゴリザに混在する様々な建築様式はその時々の激しい歴史を示し支配者が変わるごとにそれぞれのスタイルが導入されてきた。オスマン帝国支配時の1878年までは多くのトルコ様式の建築物があった。街の古い地区であるスタラバロシュストロベロスやドラジュ、ドレアクはその典型で二つのモスクとトルコ風の時計、狭い通りがある。町が オスマン支配からモンテネグロになると、都心部は、リブニツァ川の他の岸に移るより、ヨーロッパ風のスタイルに開発され広い通りと、直行したレイアウトの街並みに変わった。今日ではこの部分が、伝統的に、ポドゴリツァの中心とみなされ新たな街を意味するのは、バロシュノバベロスと呼ばれている。第二次世界大戦時、街全体が70回にも及ぶ砲撃により、 徹底的に破壊されている。解放後は、他のユーゴスラビア社会主義連邦共和国の街と同じように再建が進められた。住宅地区は、東側諸国にあるような典型的な大規模な高層住宅で構成された。モラチャ川の右岸に面した地域はこの方法で建設され、同様に、市中心部の空いたスペースには、ブルータリズムに近い建物で満たされその結果、 古いものと新しいものが混在する不適当な状態となった。現在の主要な道路などの建築物はこの期間に計画され、市中心部の直行する道路のレイアウトが南側や西側にも広げられ、ユーゴスラビア時代の住宅やインフラの発展は主に今日のポドホリツァを形作り、戦後の前例のない人口増加を受け入れている。しかしながら、周辺の住宅地区では、 市街地の拡大に伴いたびたび雑然としたスプロール現象を発生させ、道路や歩道のために少しスペースを残した密集した低層の個人住居がある。スプロール化した非公式な住居は1990年代にピークに達した。これらの住居に対するインフラの改善等の努力が行われたが、多くの問題が特に大きな低密度の外区の問題は、 ポドゴリツァ北部や東部で残された。先進的な建築は、ポドゴリツァでは1990年代後半から始まり、それ以来町の顔として急速に変わっている。住宅やビジネスの建築は急速に進み、現代的なガラスとスチールの建築トレンドに取り込みれている。モダンな国家の首都として認識される取り組みの中で、市当局は公共空間に 相当の投資を行っている。これにより、市には全く新しい広場や公園、モーニュメントがもたらされている。新たなランドマークには、聖教会の聖堂である、ハリストスフ活大聖堂、リストバグ・バスクレ神社や、ミレニアム・ブリッジなどが含まれこれらは、ポドゴリツァのスカイインを特徴づけている。今日、ポドゴリツァは、急速に特徴のない近代的な、ヨーロッパの首都の街へと変わっている。 ポドゴリツァは多くのモンテネグロの文化機関の本拠地で、イベントも多く、モンテネグロ国立劇場や多くの博物館や美術館も立地する。モンテネグロ国立劇場はポドゴリツァだけでなく、モンテネグロでも重要な劇場である。ポドゴリツァはまた都市劇場を主催し、子供劇場や人形劇場も含まれている。歴史的な王室の首都であったセキニエに比べると、博物館や 美術館は豊富ではないが、以下のようにいくつか注目すべき、博物館がある。ポドゴリチャは、モンテネグロのメディアの中枢で、国営の公共放送、RTCG の本社がある。民放は、TV イン、NNTV モンテナ、エルマグ RTV、RTV アトラス、TV ビジェスティ、MBC があるほか、近くほかの地元テレビ局も開局する。 これらのテレビ局の番組は広く、モンテネグロで受信されている。モンテネグロの日刊誌パブジェダ、ビジェスティ、ダンは、ポドゴリザで発行され著名な週刊誌モニターも発行されている。最も人気があるスポーツはサッカーで、バスケットボールも20世紀後半から21世紀初めにかけて人気となってきた。FK ブドチノストポドゴリザは伝統のある。 クラブチームでプレドラグミアトビッチやディアンサビチェビッチなどの世界的に有名な選手を輩出している。バレーボールやハンドボールも盛んである。2009年には国際水泳連盟主催の男子水球世界リーグの開催都市になった。ポドゴリツァには多くの競技場があり多くが再建や拡張中である。メインとなるものは、ポドゴリツァに本拠地を置く。 他のサッカークラブも自前のスタジアムを所有しているが、スタンタードのものに比べるとその規模は小さい。その他の競技場には、ゴリツァ、シ下にある、小規模競技場トリボビ地球に、スポーツ射撃場がある。その他にもインドアサッカーの競技場等様々な施設がある。ポドゴリツァは、モンテネグロの行政の中心だけでなく、経済の原動力でもある。モンテネグロの工業、 金融、商業は、ポドゴリツァを基盤としている。第一次世界大戦前までのポドゴリツァの経済は、公益や小規模な手工業が担っており、この経済モデルは長らくこの地を支配していたオスマン帝国が確立させた。第一次世界大戦後、ポドゴリツァは、モンテネグロの首都となり、急速な都市化やユーゴスラビア時代の、急速なアルミニウムやタバコ産業、織物工業、 エンジニアリング、自動車産業、ワイン産業などの急速な工業化により中心となった。都市周辺部にも広がっている。1981年現在のポドゴリザの GDP はユーゴスラビア平均の87%であった。ユーゴスラビア紛争やユーゴスラビアの崩壊によってポドゴリザは市場や供給者、設備の近代化や投資の設立者を失っている。 これによって多くの工場が生産が減りその中には閉鎖されたもの、ある。生き残った企業は民営化が進められ、そのほとんどは現在では回復している。ロシアのアルミニウムメーカーアルサールが出資するポドゴリツアルミ製作やワインやブランデー製造メーカーの農園を意味するプランタシェ、プランテイズなどはモンテネグロでも未だに大企業に含まれている。2000年代に入ると ポドゴリツァでは、金融や、第三次産業の分野が急速に拡大し、経済ではよりサービスが施行されるようになった。モンテネグロ証券取引所、モンテニーグロバーザ、AD や銀行の本部が、市外には立地している。ポドゴリツァの経済は、重工業からそのほとんどが、電気通信や建設、銀行業へ移行している。投資家や外国資本の企業は、ポドゴリツァで流れを開き、 経済に重要な成長や多角化を加えた。経済発展の副作用として、ポドゴリツァ中心部での賃料や不動産価格は増加している。ポドゴリツァが独立したモンテネグロの首都となってからの2000年代の後半以降は金融危機の影響もあり経済成長は鈍化している。ヨーロッパ的な基準ではポドゴリツァは中規模な都市であるが、モンテネグロでは最大の都市である。 モンテネグロ国民の3分の1はここポドゴリツァに居住しており、2011年の国勢調査によれば、ポドゴリツァ自治体には185,937人が居住しており、ポドゴリツァ自治体を構成する都市やゴルボブチなどの海自治体も含まれる。ポドゴリツァ市街だけでは159,77人が居住する。ポドゴリツァはキリストノリマサ教会、カトリック教会、 イスラム教スンニ派の三つの主要な宗教グループに分けられる。聖教会は中世以後、東西教会の分裂以来受け入れられ、地元のモンテネグロ人、セルビア人がそのほとんどを占めている。現在の聖教会の人口は、オスマン帝国の敗北以後、多数を占める宗教グループを象徴した様々な性、式に関連するものが残され13世紀以来の、 西ギョルギオス協会1993年に建築された町で一番大きな聖堂であるポドゴリツァの復活大聖堂などがある。カトリック教会の人口は先住のアルバニア人やクロアチア人のマイノリティにより構成されている。カトリックを代表するものはポドゴリツァ郊外の小肉にある1966年に建てられたイエス精神協会である。ブルータリズムを採用したユニークなものである。 カトリック教会は他に、富ジ登校に立地する。ほとんどのモンテネグロの高等教育機関は、ポドゴリカに設立されている。モンテネグロ大学はモンテネグロでは一番重要な教育機関とされており、経済、法学、電気工学、夜勤技術、政治学、土木工学、機械工学、自然科学、数学、薬学の各学部がある。また、 モンテネグロ大学には、外国語、バイオテクノロジー、歴史、海洋生物学の研究機関がある。モンテネグロ科学芸術アカデミーは、ポドゴリザに研究機関のダルを設立している。2006年に、私立の地中海大学が設立され、この間いくつかの私立の高等教育機関も、設立されている。ポドゴリザ自治体内には34の小学校、 10の中等学校があり一つのギムナジウムを含む。ポドゴリザ自治体は、ポドゴリザ市と二つの会の都市自治体に分けられ市民が地域会の関連事項についての意思決定に参加している。ポドゴリザ市は、市長と議会、いくつもの部局、行政機構により実地が担われている。市議会は57議席あり4年ごとの直接選挙により選出される。 市長は5年ごとの直接選挙により選出されていたが、新しい法律が施行されてからは、モンテネグロの自治体の市長は、市議会から選出され、信任を得ている期間が任期となった。ポドゴリザ自治体の一部でありながら、独自の自治権を持つ富士やゴルボブチでは、別個に選挙が行われる。ゴルボブチと富士の、両海自治体がポドゴリザから独立した自治体として、地位を得るべきかについて、 政治的な議論が繰り返されてきた。2010年5月23日に行われた選挙では28議席を DPS が獲得し勝利したが過半数には29議席必要なため、母子逆人政党やリベラル政党と連合を組んでいる。反対の、より良いモンテネグロのためには PZP、SNP、NOVA と連合を組み24議席を得て、その間、 社会主義者民主党は5年の政権を得ている。市長の地位は DPS 上級役のミオミルムゴ社、ミアミールムゴザにより2000年以来保持されている。市長は異なった勢力のメンバーからの支持と30、議席の多数派を構成することに成功している。ポドゴリザ市内の公共交通は路線バスによって担われている。バスは市が所有する AD グラッドスキー・ソブルカジと呼ばれる。 公営運輸企業が1990年代に民間事業者が導入されるまで唯一のバス事業となっていたが2001年に市が運営する企業が破綻すると民間事業者だけとなった公共交通は競争に対処するために苦労している今はない無認可のタクシーはかつてバスの脅威であったが低料金のタクシーサービスはより一般的となってきている タクシーはよく組織されており、20を超える事業者が800台のタクシーを運営している。新車を導入したり制服を着た、運転手や GPS の搭載等サービスレベルも高くなってきている。ポドゴリツァは、モンテネグロ中央部にあることから自然と、鉄道や道路など、交通機関の要衝となっている。モンテネグロと、国内北部やセルビアなどを結ぶ道路は通常、欧州基準よりは、 低い規格のものである。現在ベオグラードとバールやアドリア海側の諸都市を結ぶ自動車専用道路の計画が進められている。新たに開通したソジナトンネルによりバールまでの所要時間は30分以下になった。2011年には新たに南北のバイパスが建設され、市中心部を通過する交通が改善された。この他にもバイパスや5つ以上の橋の整備などが 計画されている。ポドゴリツァは、モンテネグロ鉄道の X 型の路線網の、要衝である。ベオグラードイコールバール鉄道の路線とニクシッチ、イコールポドゴリツァ鉄道、ポドゴリツァイコールシコドラ鉄道の路線が、ポドゴリツァ駅に、っている。ニクシッチ方面の路線は現在、再建と電化工事が行われており、旅客営業の開始は2012年中が、予定されている。 アルバニアのシュコダルへの鉄道は現在貨物輸送のみである。ポドゴリツァ空港は市中心部の 10km 南のゼタ平原に位置し、モンテネグロの中心的な国際空港でモンテネグロ航空のハブである。一つのターミナルと最近市中心部と結ばれた大通りで構成され、ターミナルは2006年7月13日に開業している。 2010年の年間旅客数は65万人であった。ポドゴリツァからは、ベオグラード、ブタペスト、フランクフルト、イスタンブール、リュブラナ、ニシュ、パリ、ローマ、モスクワ、ウィーン、ザグレブ、チューリッヒなど、欧州各都市と結ばれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。